はい、こんにちは、現場の声、第6回ですかね。ですかね。はい、ご無沙汰しておりました。ご無沙汰しました。お久しぶりです。ちょっと増税したりとか、はい、結構いろいろ忙しくてちょっと、はい、なかなかご無沙汰です。はい。ということで早速、今回の現場の声はちょっと最近コントローラーの話とかあまりしてなかったなと思ったんで、うん、パイニアのエントリーモデル、ちょっと前に出たば、まあ、結構出てちょっと経ってるんですけど、はい、DDJ-SB という機種がありまして、それを、今回はちょっと紹介させてもらおうかなと思います。はい、はい、毎回の ことですが、スペシャルゲスト、現場でも活動されている、DJ のジジさんです。はい、ありがとうございます。あ、で僕はおたえレコードのかっちゃんです。よろしくお願いします。よかっちゃん、はい、お願いします。はい、ということでこちらです。DDJ-SB これ見えますかね。ちょっと遠巻きなんですけど、すみません。こういう感じで、結構軽い。軽いですね。軽いです。はい、でかつちっちゃい、割とコンパクトな、うん、割にでも思ったより大きいかなってイメージはあったんですけど、うん、ただ僕が持った感触だと、はい、過去の DJ コントローラーで初めて、はい、クラブに持っていけるなみたいなくらいの重量まで軽くはなったかなと思います。はい、そうですね。これはご存知の方もいると思うんですけど、 DDJ-SX っていうパイオニアの 4チャンネルの、はい、もうバカでかいコントローラーがありまして、うん、もう本当に結構、まあ、プロユーズというか、うん、割と有名なアーティストの方とも最近ちょっと使ってるようなコントローラーがあるんですけど、それと、あと SR っていうまあそれの2チャンネルバージョンみたいなコントローラーがあるんですけど、それもプロユーズで、うん、大体、4チャンネルの SX のが大体まあ9万ぐらいで、 SR の方が、6万ぐらいっていう感じで、結構お値段も高い、まあ、パイオニアなんでちょっと高いかなっていう感じなんですけども、うん、そんな中でパイオニアさんは初心者の方向けに、うん、じゃあちょっとエントリーモデルを出しましょうということで、うん、こちらを出しました。はい、こちらなんとですね、パイオニアなのに結構据え置きなお値段になってまして、はい、税込み価格25,508円というお値段なんですけど、 8% になって、はい、 8% になってちょっとこうなんか 1の位というか8円っていうちょっと波数が波数が出てきますと、ちょっとぴったしな数字じゃないんですけど、はい、まあ、結構お値段的にお安いかなっていう感じですね。うん、その割と下のエントリーモデルの中でも、うん、まあ、パイオニアだからもうちょっと高いんじゃないかと思ったんですけど、大体まあエントリーモデルと同じぐらいの値段になってて、かつ、結構しっかり物も作られているっていうことで、うん、という感じで今日はちょっと そういう部分も含めて、ざっくりちょっと説明させていただこうかなと思います。はい、はい、ということで、早速なんですが、ちょっとカメラを持って、近くに寄って説明したいと思います。はい、はい、ということで、ちょっと寄りで説明したいと思います。はい、まあ、全体図はこんな感じですね。特徴としてはまずこの手前にあるパッドですね。うん、結構この価格帯のコントローラーでこういうパッドがついてるっていうのはなかなかなくて、うん、触り心地とかも結構押した感じとかもタッチも結構いい感じですね。で今押してこっち近くに寄らないとちょっと分かんないですか。ここに、再生のボタンとかあと Q とか、うん、パイオニアだとよく何も書いてない、何も書いてありがちな光るだけの、そうなんですね、光るだけのタイプなんですけど、これはもうこのパッドの部分に、再生ボタンとか Q ボタン、あとシンク、シフトキーはまあいろいろ、まあ、細かいことをやるときに使うんですけど、あとこういうホットキュー、オートループ、マニュアルループ、サンプラーっていう風で、DJ ソフトウェアの機能をここで使うことができるという感じですね。で、ちょっと最初に説明しないといけなかったんですけど、このコントローラーは、セラート DJ イントロっていう DJ ソフトウェア対応のコントローラーになってます。で、それがこれですね。セラート DJ イントロというソフトウェアです。結構このソフトウェアはシンプルなソフトウェアになってまして、初心者の方でも結構簡単に使うことができるようなソフトウェアです。はい、今じいさんにサンプラーの部分を押していただいたんですけど、こういう風にお分かりいただけますかね。下の、ちょうど真ん中の部分ですかね。サンプラーの部分が
連動して動いてると思うんですけど、これを、こういうふうにコントローラーで押して、操作することができます。はい。で、あと、まあ、機能としてはそんなに複雑な機能っていうのはないんですけど、やっぱり、曲のピッチを合わせるっていうので、シフト、あ、シフトじゃなくて、シンクですね。曲のスピードを、2つの曲のスピードを一瞬で合わせることができるっていう、結構、初心者の DJ の方だと、その、曲のスピードを合わせるっていうのは結構難しかったりするんですけど、もうボタンを押すだけで、このさっきのシフトキーを押すだけで、シンクキーを押すだけで、ここに見ますかね、画面のシンクっていうところが反応して曲の BPM を左右で合わすことができます。はい。でこれによってこういう感じで今軽く DJ ミックスをしていただいてるんですけど、ピッチが合った状態で DJ ミックスをすることができます。であとそうですね、今上の部分触っていただいてるんですけど、これはエフェクトですね。テラート DJ イントロはエフェクトも内蔵されていて、こうやって手元でエフェクトをかけることもできます。であとこちらがマニュアルフィルターっていうので、ハイパスフィルター、ローパスフィルターっていわれる低音とか高音をカットするフィルターがついてます。これやることで、こうつまみを回すと曲の雰囲気を一気にこう変えることができると。これは結構そのミックスをする際にすごい便利な機能ですね。こういう感じですね。あとはそうですね、ここの部分でこのつまみなんですけど、これは画面上のこうトラックをサーチするようになってまして、奥に青いなんかこう表示されてるというかカーソルみたいになってるところあると思うんですけど、このつまみを回すとこういう風に曲の選択が選べます。でこの奥のロードを押すとこれで曲を入れることができると。ちょっと変わっちゃうので押さないですけど、手元で結構いろんな操作ができると。であとそこですね、これはもう本当に DDJSB にしかない機能なんですけど、フィルターフェードっていう機能で、これをオンにすると、クロスフェーダーを動かすことで、ハイパスフィルターが一緒にかかります。これをどういう時に使うかというと、まあ、DJ ミックスしてる時とかにこう自然に曲を変えることができるというか、結構クロスフェーダーパッてやるとパツって変わっちゃったりするんですけど、フィルターをかけることで、自然に曲を変えることができます。機能としては以上、ざっくりなこんな感じですね。はいはいはい。よりで、ちょっとざっくり説明させてもらったんですけども、はい、いかがですか。どうぞ。いやもう、触り心地自体はもう今までのパイオニアの上位機種と、はい、まあこのなんていうんですか、手触り、パネルの手触り、ね、ボタンのタッチの感触、はい、ジョグダイヤルの回転させた時の触り心地、タッチ、はい、どれも上級モデルと、大差がなくて、つまみの触りとか、ね、フェーダーの触り、はい、なんか気になるところは何もないのに値段だけがすごい安いんで、そうですね、まあ、本当一番初めに DJ をやり始めに買うにはもうちょうどぴったりの、DJ コントローラーなんじゃないでしょうかね。なるほどですね。今まで普通に DJ はやってて、ターンテーブルで DJ はやってて、はい、CDJ でも DJ やっててって言ってコントローラーに初めて移行しようっていう人もこの値段からだと、触りやすいし、そうですね、本当 DJ コントローラーの入門モデルとしてはぴったりの時代なんじゃないですかね。はい、はい、ありがとうございます。そんなコントローラーですね、はい、野外に持ち出したりとかもしやすいと思うんで、うん、ぜひ、興味のある方は、うん、手に取ってみたらどうでしょうか。はい、はい、ということで、DDJSB を紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。